薬物の真実を知ってくださいの屋台。こうした名前の下で、ナルコノンとサイエントロジーは、そのプログラムを売り込んでいる。薬物のない世界のための財団とは、2006年にサイエントロジー協会によって設立された薬物反対組織である。財団による主張とサイエントロジーとのつながりに気づいていない公共機関による支援とについての議論が存在する。日本での支部は、 日本薬物対策協会であり、サイエントロジー東京に支援されている。東京薬物対策協会も同様である。財団は日本でも公立学校にて講演を行っている。薬物のない世界のための財団は2006年10月に設立された。2008年には国際連合の国際薬物乱用を不正取引防止デート提携した。 2012年にサンターナ警察は薬物のない世界のための財団が提供する薬物反対の小冊子を配布した。記者は小冊子の連絡先の番号に電話し、どこで薬物乱用のための助けを得られるかを尋ねた。彼はナルコノンインターナショナルの主要な構成施設であるナルコノンアローヘッドに誘導された。このナルコノンインターナショナルは IRS によって、 サイエントロジーの関連団体として分類されている。サンターナ警察は、つながりが報告された後に小冊子を回収した。2009年9月9日に、フィラデルフィア市、ノーザン・リベルティーズにおける警察の公開堂の外で、住人は財団による小冊子を発見した。小冊子のある段落には、エルロン・ハワードの名前とともに、彼の競技が紹介されており、別の段落には、 ハバードの方法を利用した75%以上の成功率である薬物構成プログラムの存在が紹介されていた。エルロン・ハバードはサイエントロジーの創始者であり、ナルコノン薬物構成プログラムの考案者でもある。薬物のない司令官プログラムはニューメキシコ州ラスクルーセスにおいて2008年11月に開始された。薬物のない世界のための財団は小冊子を 供給した。その小冊子の下部には次のような著作権表示が書かれていた。薬物のない世界のための財団、ナルコロン、より良い生活と教育のための会、すべてのプログラムはサイエントロジー協会が支援する。後に薬物反対プログラムがサイエントロジー協会によって作成され資金援助されたものだと市長に発覚し、彼は謝罪してプログラムを終了した。 カリフォルニア州による調査の後、州の責任者であるジャック・オコンネルは、ナルコノンの薬物反対教育プログラムは、不正確で非科学的な情報であるとして、すべてのカリフォルニアの学校から取り下げるよう要請した。2005年、薬物のない世界のための財団よりも前に、資金提供されていた。財団は日本でも、薬物について、 真実を知ろうと書かれた横断幕の下でエルロン・ハワードのデータに基づいている薬物の知識を掲載した小冊子を無料で配布したり、公立中学校で講演を行ったりしている。日本薬物対策協会は薬物のない世界のための財団の日本支部であり、サイエントロジー東京に支援されている。以前の東京薬物対策協会もサイエントロジー協会が講演し、 所在地がサイエントロジー東京市民の人権擁護の会日本支部と同一の住所に存在したとされる。ありがとうございます。